長いことお待たせしてすんません。それじゃあ仕事の内容を言ってもらっていいすか。お前の家だったんかい。無駄に内装こだわりやがって。すんません、うちの家こんな見てくれっすけど全然お金ないんっす。やからお客さんに出せるお茶とかお菓子とかないんっす。すんません。ほんまっす。ちなみに最近うちのご飯は地面に落ちてる粘土質の泥で程よい硬さが癖になるんすよ。治安悪いって話じゃねえぞ。世界には粘土を食べる文化はあるのは知ってるけど、そんな質のいいもんじゃないだろ、ここらの粘土。とりあえず依頼なんだけど、ぬいぐるみを直してほしいんだ。あ、そんなに高くできない案件だ。あれ、今露骨に嫌だったよね。安い案件だからちょっとやりたくないオーラ出したな、こいつ。実物はあるんすかね。実際に状態を見れば正確な見積もりが出せるんすけど。いや、実物は今はないんだ。むしろあなたから来てもらわないといけないんだ。というより、あなたがネスさんだったんですね。びっくりしましたよ。はい、うちがネス工房の店主、ネス、ドローフス。普段は鬼族から武器、妖怪族からは農作や調理など、他には衣類の修理から、家具の修理、改造まで大体のことは請け負ってるっす。へえ、聞いた話だと出張もしているんだよね。拠点周辺だけやと稼ぎが少ないからっす。出張でもしないと稼ぎが。でも他のエデンは治安いいっすから、うちみたいなならず者で汚い職人は相手にされないっす。ちなみに俺は天使族のミエルの紹介できたんだけど。え、あの無理難題しか言ってこないミエルさんっすか。実際わがままは別なんだって認識させられた相手っすね。値切りもすごいし。お得意さんかと思ったら迷惑客側だったわ、局長。とりあえず出張で直してほしいんだ。ちなみに行き先が現実世界なんだけど。出張ならそれなりの値段が出せる。おい、せめて顔に出すな。せめて高くなることを演技でもいいから申し訳なさそうにしろ。客の前だぞ。それにしてもネスってどうやって生活してるの？水もないし。全部買ってきてるっす。この地域は工房やら生産工場地帯っすから、それらの液体を川にそのまま流しっぱなしっすから、環境汚染が一番ヤバい地域なんすよ。それでそこの川が汚かったのか。そこの川の向こう、山が見える方はエンデカエデン領土なんすよ。やから知識もなく川を渡ると首を切られても文句は言えないっす。うちも何度か竜度に狙われて今晩のおかずにさせられそうになったか。要調っすから。だけただいのエデンって本当やばいんだな。これが見積もりっす。確認してほしいっす。どれどれ。修理費は600ミルっす。材料費は最安のエデンから仕入れるんで安いっす。あとは出張費なんすけど、現実世界がよくわかんないっすから、あえて高めにしてるっす。値引きするなら出張宿泊費と移動手段をそちらで決めていただけたらもっと値引きはできるっす。高いか安いかもわからん。ここのお金の価値や相場がわかればもっと相談できただろうけど。ちなみに現実世界だから2ドルエデンのお金は通用しない。それと移動費はいらないかな。俺が召喚するって形になるから。え、それじゃあ出張費で少し稼ごうと思ったのに無理じゃないっすか。それはタブーだからな。このエデンでは知らんけど。あ、でも契約だから確か第10のエデンの契約方法は討伐式だったよな。だからネスのことを一度倒さないといけないんだけど、そこの費用は足しといて。あれ？もしかして主っすか？今更だな。そうだけど。ひん、とんだ粗相を。こんな底辺中の底辺であるうちの工房なんかにわざわざ足を運んでもらうなんて。主以来のぬいぐるみなら相当な高級品。その修理に携われるならもっと費用を上げるのが筋っすよね。安い商売をしてすんません。こいつ、ネガティブのくせになかなかずうずうしいというかずる賢いというか。ほならこれくらいの金額やろか。そや、無抵抗にやられないかんのなら契約費を多めに取っとかなな。主ならお金たくさん持ってるやろし、多少多めに書いてもきっとすんなり通る。ネス、まずは思ったことを口にするのはやめよう。なんかなんとも言えない気持ちになるから。どうぞっす。さっきの独り言聞いた後に見たくないんだけど。あれ、変わんなくね。というかすっごく安いんだけど。は、そんなことないっす。ぬいぐるみ修理にしては高額っす。それに材料はきっと高額なんでこれくらいはするっす。従属契約費1000ミルっていうのは、というか1ミルの相場がわかんないんだけど。身近だと水1リットルが10ミル、野菜がだいたい50ミル、肉だと安いので1000ミルくらいっすかね。安い。それは安すぎる。いや、びっくりだわ。ネガティブが見積もりにも出てた。というか見える。こんな安い見積もりからさらに値引きさせてたのかよ。天使の皮をかぶった悪魔だな。で、スタシー。いけないいけない。主様が帰ってくるまでにオーラを回復させておかないと。どうすか、主が良ければ今後ともうちをご贔屓にしてくれると嬉しいっす。ちなみにお金は先払い、後払い。先払いっす。じゃないとなんかやらかした時に返金対応ができないっすから。自分がやらかすこと前提かよ。それに治安も悪いっすから、先にもらっておかないとイチャモンつけて払わなかったり、身勝手な値引きとかされちゃうんっす。本当大変なエデンだな、ここは。
いいよ、これで初回を安くして俺から定期的に仕事をもらえるようになれば仕事も安定するって考えあっての安さだろ。確かに宣伝にもなるし、将来的に見れば取り返せる、いいんじゃないかな。ある日、賢いっすね、まさか天才っすか？ダメだ、何にも考えてなかった、こいつ多分ただのバカだ。とりあえず契約を早くしよう、まだ要件があるんだ。あ、では先に料金をお願いします。こんな時に使わないといつ使うんだって話だよな。で、そこで見える金を貸してくれ。あと、この件が終わったら魂を持って帰りたいから案内してくれ。こんな辺境の職人をわざわざ使う必要もないでしょうに。いやいや、今俺がすぐに契約するには討伐式が一番だと思うよ。それに金払って自分からやられて契約してくれるならこっちも都合的に助かる。お金は別にいいですけど、私個人のお金と帝王様用のお金は分けてますし。よし、それじゃあお金払ってくるな。ミールはネストの契約が終わったら再度呼ぶ。ミールが目の前に現れたら萎縮しそうだし。今の帝王様のレベルでそう簡単にいいかな。これでちょうどだろ、ネス。うっす、間違いないっす。ならまずは出張のために契約っすね。じゃあ外だな、できるだけ痛くないようにするからな。うちに通覚ないんで大丈夫っす。好きにやっていいっすよ。よっしゃ、覚悟はいいか、ネス。いいっすよ、なんか懐かしいっすね。昔はこんな風によくサンドバッグにされてたっす。今から殴るのにやりにくくなるようなこと言うなよ。いくぞー。は、どうしたんすか、なんか不祥事が起きたんすか。マジか、こいつ、むちゃくちゃ硬い。俺の拳が思い切り裂けた。骨も今ので言ったぞ。ネス、お前、強さはオーラはどれだけ出せる。うちは戦闘とかやったことないっすから強さは。ただ普段から火事をやってたり逃げたり、耐えたりはしてたっすけど。マジか、ということはオーラなしでこの硬さ。俺も全力じゃなかったけど、本気だったんだぞ。わ、悪い、ちょっと絆をしてくるわ。ネスはそこにいてくれ。ミール、帝王様。悪い、腕を直してくれ。はい。油断した、今度は正真正銘全力で行くぞ。はよ、ネスはまだ帝王様には早いと。行っちゃった。待たせたな、次は全力で行くぞ。うっす、いつでもいいっす。あれ、全然傷ついてないっすよ。俺の全力であの程度かよ。基礎力が俺の常識外、格が違いすぎる。あ、もう治った、このままだと倒されないな。しかも自然治癒能力が高い、もう完全に治ってる。いや、そもそも俺の全力の攻撃でせいぜいネスに軽い跡がついた程度、傷ですらない。そうか、ネスは普段鬼族や同族から逃げたり、耐えたりできるレベルには強いんだ。それに加え、こんな悪環境の中でも平然と生きて家事とかの仕事を全うしている底知れない体力。戦ってないだけでネス、お前相当強いんじゃないか。そんなことないっすよ、うち今まで喧嘩とか暴力とかしたことないんすよ。ネス、俺の手のひらに向かって普段家事をする要領で殴ってみてくれないか。いいっすけど。なんだ、このバカ力、からこんな威力受けたことないぞ。俺、この短時間でネスを攻略できるのか。いや、やらないと。バハートさんは助からない。神様、ただいま主救って帰ってきました。能力であなたの視界を通じて状況を見てたけど、ちょっとやりすぎじゃない？さすがにあれはルナがかわいそうよ。そうですかね、主を軟禁して強引に愛を誓わせようとしてたんだし、当然だと思ったんだけど。いや、確かにテルが見てくれてなかったら本当に私もミール様も主様がこちらに来ていたことすら気づかないまま過ごしてたし。そう考えたら確かに恐ろしい結末になってたかもしれないけど。そうそう、それにネル様言ってましたよ。とりあえず気に食わなかったら殴って分からせておけばいいって。女帝たるもの甘さを見せると同僚にも舐められるから、とりあえず上下関係は実力で分からせるのが見たというエデンで権力を上げる一番の近道だってネル様言ってたし。私もまだまだ候補生、しっかり女帝学を学ばないとですね。ネルの暴君理論に染まってる。ちょっと短時間ネルに貸しただけでここまで。あ、そういえば。神様、ちょっといいですか。どうしたのウル？いや、私テルの教育係なんですけど、最近現実世界から帰ってきてからなんかすごくネル様に影響を受けてる気がするんです。そう、嫌な方向に育たないといいんだけどね。ウル、大変だと思うけどよろしくお願いね。努力はします。思った以上にネルに脅されてるってことか。すごく心配。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。